構えろ、イツキ。ひとまずは安全か。俺が力になる、行くぞ。敵だ、一気に決めろ。はっ、先制取った。全力を尽くしましょう、マスター。カルネージ・ホーム、源守りです。赤いのは天気？違います。こっちよ。せーの、決まりました。いいのよ。次やれ。気合い入れなさい。信じてるぜ。よろしくね。どんどん行こう。やったわ。初めて見るやつだ。慎重に行こう。セッションいけるわ。ちぎれろ。ここか。いいのよ。肩にかけろ。ぶちかましてきなさい。繋いでくれ。翼お姉ちゃん、今だよ。頼みます。やったわ。初めて見るやつ。わかん、やるだけやってみる。わかんないわよ。必殺必中、いけ。いい感じ。もっとみんなを守ります。頑張ります。冷たいですよ。こんな運命を超える。難しいかも。一か八かで。光の刃よ。よし、頼みます。頼んだわよ。どんどん行こう。あとは任せた。いけるか。キリアお姉ちゃん、やったわ。あいつでラストね。無理無理。ドーガさん、私に力を貸してください。突撃準備完了です。せーの、やりました。頑張りましたよ。この力があなたを守ります。力を見せるぞ。ああ、ダメね。クロムみたいに。やった、お任せしました。いけるわね、今だよ。次だ、チキ。頑張って。そんな、地獄のヘルトックンのせいだよ。これはダメね。はあ、最高の機会だよ。任せた。頼みます。あとはよろしくね。お願い。赤城トーマ、まとめて片付けてやるぜ。よろしくね。やったわ。私もっともっと頑張ります。こっちよ。どーんと行きます。それでは決まる。よろしく。見せてくれ。あとは任せた。あとはよろしくね。頑張って。お願い。やったわ。それ取ってこい。うわん。よくできました。最高だ。頼んだ。次、よろしくね。この隙に、ドーマくん。信じてるぜ。お願い。よし、すごい盛り上がりでしょ。
この力が、あなたを守ります。私の秘術、キリアだけに。敵が現れたぞ。やっ、数揃えても私は倒せないわよ。無理無理。はあ、絶好の機会だよ。今です。ぶちかましてきなさい。今だよ。次だ。次頼むぜ。よろしくね。やったわ。ミラージュアタック、いけるぞ。了解。効かない。この間合いならここか。行って。頼みます。やれ。この隙に。あとはよろしくね。くそ。もっとみんなを守ります。ちょっとよくねえな。冷たいですよ。痛そうでした。いや、こいつか。次。やれ。今だよ。気合い入れなさい。キリアさん。やったわ。ビオール、私に力を貸して。承知したよ。こいつは効くわよ。その調子だ、イツキ。うん、ありがとう。これでみんなは私が守ります。痛いですよ。大丈夫か、イツキ。まだまだ。やった。みんな大丈夫か。の記憶、歴史を描いたレリーフね。暗黒竜メディウス、ガーネフが呼び出そうとしているのはこいつか。この老物の力を必要とする者が現れたか。わしの力が欲しいなら、見事試練を乗り越えて欲しいものだ。それが最後の役目となるだろう。次の試練が間近なようだな。行くぞ、ガーネフを倒す。ああ、もちろんさ。後悔のないよう全力で来るがよい。
行こう、みんな。こいつさえ倒せばドカンとやっちゃいます。聞いたぞ。行ってくれ。今です。聞いたぞ。頑張って、お願い。あとはよろしくね。頼みます。どうも。いいぜいいぜ。絶対に負けられない。まずいな。1か1かば。難しいかも。難しいかも。まあ1か1かばちかで。イカズチよ。怖いけど負けません。助かった。はい、いいね。わしに力を見せてみよう。この一撃受けるがいい。俺は戦うことしかできん男だ。俺の力を見せてみよう。あなたたちの力を見せて。はあ、この命預けるぞ。お互いにな。一か八かで。一か八、一か八、難しい。一か八かで。そい、これからよ。はいよ。はい、よ。俺の力を見せてよ。痛いです。この一撃、おっと、受けるがいい。俺たちがやるんだ。これは助かりました。ビオル、大丈夫？もちろんだ。拙者も、いけるか。拙者も、いけるか。やってみねえとわからねえな。拙者も、いけるか。絶対に、当てる。よろしく。島崎舞子、頼んだわよ。くっそ。はあ、俺の力を見せてやる。どうだ。心せよ。やれやれ。ミラージュアタック準備完了だ。ああ、やるだけやってみる。この火を逃すの。はあ、当然でしょ。思い切って。待って、行け。翼お姉ちゃん、一気に行きましょう。気合い入れなさい。スペラー、やったわ。これくらい平気です。オッケー。心の温めスイッチオン。ありがとう。任せてください。頑張ります。ちょっと無理かもです。ちょっと無理かもです。ちょっと無理かもです。寒いですよ。くじゅくだ。いきます。おっと、この命預けるぞ。お互いにな。いい感じ、いい感じ。いきます。解き放つ。うぅー、引いたぞ。今よ、次行きます。畳みかけろ。よろしくね、舞子さん。ぶちかましてきなさい。頼みます。いけるわね。やる。いいぜいいぜ。心せよ。うわうわ、ごめん。みんな、いつき、いつき。助かった。行きます。どうだか。1、2の3で行きます。わかりました。1、2の3ですね。ちょっと無理かもです。痛いですよ。あれ、心せよ。痛いです。しくじるんじゃないわよ。
その時はよろしく。特訓の成果を。あとは任せた。気合い入れなさい。信じてるぜ。まずはお姉ちゃんその隙に。やったわ。まだいけるかい。誰に聞いてんのよ。はいよ。もう私ダメかもです。誰か守りを救って。はい。この一撃受けるがいい。リオール、かしこまりました、お姫様。は無理。血の焼けになっちゃう。なりました。行って。あとは任せた。気合い入れなさい。つないで。しかぬ、この一撃受けるがいい。ミラージュアタック準備完了だ。おお、あとよろしくね。盛り上げてあげるわ。勝つわよ。どんどん行きます。これどう、これがいいの。お願いします。次だ。行って。今だよ。ぶちかましてきなさい。繋いでくれ。いいか。これで一区切りね。この力があなたを守ります。試練に耐えた。わしの力、お前たちに託そう。これで認められたってことだよね。ああ、きっとそうだ。バッチリ役を演じきってやろうぜ。俺が剣士役ということか。悪くない配役だな。あとは樹君だね。ああ、次の試練も必ず乗り越えよう。やった。青い樹、さあ。ミラージュの気配。気をつけろ。戦いは敵だ。不意打ちに気をつけろ。せい。
始めるわよ。はいよ。まずは乗れないわ。そのまずいな。セッションいけるわ。落ちろ。次だ。あとはよろしくね。よろしくね。一気に行きましょう。やったわ。こんなにたくさん。乗れないわ。痛いですよ。痛そうでした。この日を逃すな。よろしく。気合い入れなさい。どんどん行こう。肩にかけろ。いけるか。頑張って。避けられました。うわ、ミラージュアタック準備完了だ。こいつは効くわよ。当然でしょ。よろしくね、ヤシロさん。いけるわね。次頼むぜ。やったわ。島崎舞子。どーもくん信じてるぜ。マサお姉ちゃん、この隙に。やったわ。どーもさん、ビオール、私に力を貸して。承知したよ。はいよ。ありがとう。2の3ですね。真っ二つです。いいところに当たりました。クラム、まだいけるか。無論だ。まずいな。この間合いなら。決まった。ミラージュアタック準備完了だ。私に力を貸して。任せて。それは無理だね。この日を逃すな。私のやりさばきだね。苦手なんだよ。お任せしました。やれ。今よ。いけるか。あとはよろしくね。頼みます。よろしくね。ラスト5000円、ありがとうございます。この力があなたを守ります。私の秘術、キリアだけに。力になる。行くぞ。せい。あ、チャンスですよ。なんか初めて見るのがいるよ。これなら。初めて見る子です。注意しましょう。ちょっと無理かもです。ダメね。頑張ります。泣いても許しません。痛そうでした。この日を逃すな。エリーちゃん、よろしく。ぶちかましてきなさい。次だ。繋いでくれ。よろしくね。そんな、初めて見るやつだ。慎重に行こう。乗れないわ。切る。よし、倒したぞ。今です。エリー、次。
行け。信じてるぜキリアお姉ちゃん。とどめ翼、合わせるぞ。飛べ翼。きまーす。もっと羽ばたけ私。隙は作ったわ。気合い入れなさい。繋いでくれ。あげ、よろしくね。やったわ。その調子だよ。やるだけやってみる。シールに教わった。うんうん、頼んだ。あとは任せた。次、キリアお姉ちゃん。任せるわ。信じてるぜ。うん、突撃準備完了です。はい。その技はダメです。ちょっとこれでいいよ。ふっ、無茶ぶりです。一緒に行こう、クロム。おう、やってみるしかないよね。クロムみたいに。時を逃す。キリアお姉ちゃん、任せるわ。あとは任せた。今よ、ぶちかましてきなさい。次頼むぜ。やります。俺たちは負けない。またレリーフがある。アルス、聞き覚えがあるぞ、その名前。そのマルスって人がチキちゃんの言ってた英雄かな。神竜の加護を得て暗黒竜を倒した人。俺たちはこれからマルスと同じことをやらないといけない。あの、そのマルスさんたちがガーネフを封印したの大昔ですよね。今のガーネフって昔のガーネフと同じ人なんでしょうか。言われてみれば同一人物でしょうね。ガーネフは魔導の使い手、封印の中で生きながらえていてもおかしくない。そして長い年月を経て彼を封じていた封印が少しでもほころべばいくらでも復活できるわ。凄まじい敵だ。ここまで君たちが目にしてきた歴史、それらは神竜へ通じる光の戯曲そのもの。僕らの意志を継ぐ若き勇者たちよ、この先は最後の試練だ。そこで青き英雄王は待っている。
次が最後の試練。しかも相手は英雄王マルス。頑張ろう。その試練を乗り越えれば樹くんは英雄王の器として認められる。よっしゃ、やってやろうぜ樹。ああ、気を引き締めていこう。私に力を貸して。おー、こいつで決める。やったな。俺だってまだまだ高みを目指せるはずだ。これでいい。それやりました。ダオダさんのおかげです。やったぞ。余裕。やった。どうも。真打ち登場だぜ。敵だ。不意打ちに気をつけろ。せい。みんな気をつけてね。決めてみせるよ。ミラージュアタック。いけるぞ。了解。切る。これだな。この隙に頼みます。いけるわね。よろしく。肩にかけろ。次はお姉ちゃん。任せるわ。全滅完了。俺たちは負けない。この力受け取って翼。俺のとっておきだ。受け取れトーマ。ミラージュの気配。いや、今のうちだ。
運命を切り開く。それよ、この間合いなら。よし、お願い、今です。気合い入れなさい。次やる。頼みます。よろしくね。次。すげえ、俺たち。俺たちは負けない。この力があなたを守ります。この力受け取って、翼。俺のとっておきだ。受け取れ、トーマ。私の秘術、キリアだけに。切り開く。どんどん行きます。クロムみたいに。よし、続いてください。アイコさん、ぶちかましてきなさい。よろしく。つなげ、チェック。よろしくね、つないで。よし、お疲れ、みんな。この力があなたを守ります。この力受け取って、翼。俺のとっておきだ。受け取れ、トーマ。敵が現れたぞ。落ち着いていこう。どんどん行きます。遅い。この手応え、続いてください。お任せしました。気合い入れなさい。次。あとは任せた。チキス、キリアお姉ちゃん。次。すげえ、俺たち。お疲れ、みんな。この力があなたを守ります。この力受け取って、翼。俺のとっておきだ。受け取れ、トーマ。敵だ、一気に決めろ。てら、いいですね、翼。いつでも行けるわよ。ありがとう、シーダ。手加減なんて。よかった。私がみんなの盾です。オッケー。それよ、雲焼けになっちゃう。ママにもよろしくお願いします。どじるなよ。今だよ、行って。やる。ぶちかましてください。頼みます。ぶちかましなさい。あれ、もう終わりですか。この力があなたを守ります。
敵だ。不意打ちに気をつけろ。ひとまずは安全か。畑中さん、なぜここに？君たちと同じ目的さ。言っただろ？こっちも戯曲を完成させなきゃならないんだ。光の戯曲にも興味があったんだけどね。暗黒竜の登場は今回の企画の肝だから。悪いけど邪魔をさせてもらうよ。貴様、どうしてそうまでして暗黒竜の復活にこだわる？どうして？では逆に問う。貴様はどうして記憶を失ってもなお一人で世界を守ろうとする？決まっている。弱き者の盾となり剣となり、記憶などは関係ない。それがロードン、俺の使命だからだ。使命か。わしの行いにあえて理由を求めるのなら、それに近いものがあるかもしれんが、かつてはしっとり狂いもない、人の世を憎悪したこともあったが、清掃の時を経た今となっては些細なことよ。そもそもこちらで暗黒戯曲を取り行わざるを得なくなった理由は真竜にある。恨むなら真竜なあがを恨む。真竜が原因？いにしえの時代、マルスらが暗黒竜を封じた後、ナーグがかの地からパフォーマーを、芸能を消し去っていたんだよ。暗黒竜メディウスが復活するようにね。おかげで暗黒戯曲は成功に至らなかった。まったく余計なことをしてくれたものだ。万全を期すために地球をあの世界から追放したというのにな。だから俺たちの世界でということか。いかにも、この世界にはパフォーマーが満ち満ちている。本来ならば記憶を奪ったクロムたちをも我が先兵とし、パフォーマーを集めさせるつもりだったのだがな。貴様が。ならばその奪った俺たちの記憶返してもらうぞ。今さらそんなものを欲してどうする。じきに暗黒竜が復活するのだぞ。もちろん阻止する。いつけたすとな。そうか、やはりお前たちはそうなのか。これ以上邪魔立てはさせんぞ。我が対岸成就の時はすぐそこに迫っている。これは青き英雄マルスの魂。光の戯曲にはこの魂が不可欠だ。だが、貴様らにマルスの魂は渡さん。マルスの魂が揃わなければ
光の戯曲はできまい。貴様、どこまでも俺たちの前に立ち塞がるか。おお、小僧、わしには見えるぞ。貴様の胸の内に燃える暗き炎、憎しみ、恨み、怒り、素晴らしき負の感情よ。その憤怒が絶望に変わるとかな、さぞかし面白かろうな。安い挑発だな。もう俺はそのような言葉に惑わされたりはしない。貴様らの野望はここで潰す。いいね、剣くん。父の死を仲間と共に乗り越え強くなる、とってもエンターテイメントだ。それじゃガーネフ、そろそろ始めようか。本当にいいのだろう、ヤツらさ。もちろんさ。言っておくが彼らは強い。万が一英雄王の魂を奪われでもしたら、全てがご破産だ。だからガーネフ、約束通り僕のパフォーマーお前に全部くれてやる。その代わり暗黒竜は頼んだぞ。ここへと我がマスターよ。ハタナカさん、ミラージュが離れていく。やってみるね、貴様らごときが。このわしを止められるはずがなかろう。止めてみせる。行こう、クロム。ああ、必ず阻止するぞ。オッケー、これ頑張ります。親玉登場ね。よし、次、島崎舞子、気合い入れなさい。逃げた、マサお姉ちゃん。逃げた、今度は怖いけど負けません。頑張りますけど、ちょっと痛いですよ。これぞ闇の力。ハハ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 ハ
次々行くわよ。はいよ。みんな無事か。一か八かで。そい。よかった。準備完了だ。こっちでーす。やセッションいいね。はーい。よろしく。いいか。ぶちかましてください。よろしくね。いいか。つないで。よっしゃ。ダメ。これ以上この世界で好きにはさせない。ここまで成長するとは。ドーダさんのおかげです。やった、いい感じ。受け取って。消し炭になれ。消し炭になれ。ドーダさん、みんな次々行くわよ。はいよ。俺たちがやるんだ。俺にありがとう。負けられないよ。悪い、セッションは無理。全部なぎ倒すよ。えい、今よ。気合い入れなさい。消し炭になれ。消し炭になれ。これからよ。任せなさい。勝つわよ。バッチリ合わせるからね。痛いわよ。これね。守りちゃん、バスです。頼むわよ。よろしく。次だ。いけるか。それ、取ってこい。うわん。あとは任せた。マイコ、あとはよろしくね。次に取るぜ。カーリフ、絶対に負けられない。それいけそうね。よかった。守り落ち着いていくわよ。いけるわね。よろしく。すげえ。チキだ。絶対逃がさないから。それで弱点を攻めろ。貫くよ。今だ。行って。打ちかましてきなさい。行くよ。行くよ、チキちゃん。行こう、守りちゃん。せーの。受け取って。
これからよ。これはだ、どうかしら。どうかしら。どうかしら。セッション、いける。ほとばしれ。そう、これは。お願い。行って。やつよく。あとは任せた。行けるか。もう。なりました。消し炭になれ。破滅への一歩よ。クロム、俺に力を貸してくれ。おう。よし、こんなになる。翼、いつでも行けるわよ。ありがとう、シーダ。あとはお願い。私の出番ね。続いていくわよ。いいわよ、つなぎなさい。よし、いつでもいいぞ。今がチャンスみたいよ。よかった、この日は逃さない。頑張って、一気に行きましょう。お待たせしました。打ちかわしてください。何かけろ。逃げた。よかった。かかってきなさい。うわ、痛いわよ。この日は逃さない。今よ、ヤシロ君。聞け、逃げた。そうだ、そう。やってくれたの。これで一区切りね。この力が、あなたを守ります。カット。よくぞわしを倒した。これでつい暗黒戯曲が完成する。何？わしの魂とマルスの魂を捧げることで暗黒竜が復活するのだ。なんだ？揺れ。イドラスフィア全体が揺れている。ガーネのやつ、本当に自らの魂を導き手にして英雄王の魂を暗黒竜に送ったのね。なんてこと。
ってきた。この音、何ですか？鼓動か。暗黒竜の鼓動。これまずい状況じゃない。ハリウッド的には宇宙人が攻めてきて核を使うかどうか大統領が審議してる段階よね。どっちかっつうともう湖近くでキャンプしてたのにナタ振り回す殺人鬼に追われて絶対絶命って感じだろ。英雄王の魂は奪われ光の戯曲はできない。そして暗黒竜復活は間近。最悪の事態ね。どうしよう、イツキ君。このままじゃ世界が。ブルームパレスに戻ろう。でも悔しいけどここに残っていてもできることは何もないよ。うん、そうだね。何が起こったの、お兄ちゃん。暗黒竜の力がもっと強くなってるよ。すまない、チキン。光の戯曲に必要な英雄の魂を暗黒竜に奪われてしまった。経緯を話すから聞きながら落ち着いてくれ、チキ。そっか、ガーネフが英雄王の魂を。暗黒竜の命が動き出したのもそのせいなんだね。どうすりゃいいんだよ。俺たちはもう暗黒竜が復活するのを黙って見てるしかねえってことか。光の戯曲には英雄王の魂が絶対に必要。でもその魂は暗黒竜に奪われた。チキ、何かあるのか。一つだけ方法があるよ。え？英雄王の魂は今暗黒竜のところにあるんだよね。だったら暗黒竜のすぐそばでなら光の戯曲はできるかもしれない。そうか、確かに。でも危ないよ、そんな方法。やっぱりさっき私が言ったことなかったことにして。ありがとう、チキ。でも少しでも可能性が残っているなら俺はそれに賭けたいんだ。みんなはどうかな。俺も青い月に賛成だ。それで暗黒竜を止められるなら。ああ、そうだな。まだ打つ手があるのに世界が滅びるのを指くわえて見てるなんてできねえよ。私も五木に同意ね。あ、私だってやってやるわよ。ここからがハリウッド的大逆転の始まりなんだから。私も頑張ります。この世界のみんなを守りたいから。私もやる。世界を滅ぼすほどの竜、とっても怖いけど、でもみんなと一緒なら、イツキ君と一緒なら戦える。私は今までみんなと一緒にいろんなことを乗り越えてきたんだから。じゃあ決まりだ。みんな、暗黒竜を止められるのは俺たちしかいない。行こう、みんな。
マイコさん、バリーさん、アヤハさんも。イツキ君、どうだったの？ちょっとの状況を話せ、すっとこどっこい！すっとこどっこい？教えて、私たちにも。結構、まずい状況です。そんな…暗黒竜が復活して、光の戯曲もできるかどうかわからない。マジヤバくね、これ。まだ終わりじゃありません。イツキ君、まだ俺たちにはできることがあります。最後まで諦めるつもりはありません。そうです、私アイドルを始めて学んだんです。やる前からできないって決めつけちゃダメで、全力でやれることを全部やって、それで初めてスタートラインなんだって。だから私たちはまだスタートラインにも立っていない。暗黒竜との戦いはこれからですよ、翼ちゃん。本当に強くなったわね、翼ちゃん。そりゃ強くなりますよ、だって悪くて強いミラージュとたくさん戦ってきましたから。おお、翼頼もしいです。ねえ、いつきくん、みんな、聞いて。あなたたちが今からやろうとしている光の戯曲、暗黒竜との戦い、それはいつものステージと同じなのよ。あなたたちにとってステージや撮影は一期一会、毎回命かけて全力でやってるでしょ。命がけってところでは暗黒竜との戦いもいつもの仕事も同じだわ。いつも通りに全力を尽くすだけよ、翼ちゃん。はい。翼ちゃんは以前よりずっと良くなった。でもあなたはまだまだ成長途中よ。一秒一秒全力を尽くして上を目指しなさい。わかりました。トーマくん。はい。ドキドキやりすぎもあるけど、思い切りの良さとアクションのキレはあなたの武器よ。臆さず持ち味を生かしなさい。ええ、気合い入れてきますよ。キリア。うん。芸能界の人間として、同時にマスターとして、あなたはみんなの頼れる先輩で精神的支柱よ。最後もみんなを導いてあげて。言われるまでもないわ。エリー。突拍子もない言動がたまに傷だけど、あなたの潜在的な輝きをみんなが知っているわ。自分を信じて戦いなさい。言葉の前半は納得いかないけど、後半はもちろん分かってるわ。ハリウッド級の活躍を見せてあげる。守りちゃん。はい。誰かのためになりたい、人を笑顔にしたいという思いの強さは守りちゃんが一番よ。でも無理しすぎないようにしなさいね。ありがとうございます。頑張ります。ヤシロくん、この短い間であなたはすごく変わったと思う。あなたが新たに得たものをみんなに見せてあげてちょうだい。承知した。そしてイツキ君。はい。今までいつもみんなの中心にはあなたがいた。初めは何者でもなかったあなたが、いつの間にかみんなを引きつけてその中心になっていた。あなた自身まだ自分が何者なのか迷っている部分があるかもしれない。でもここまでフォルトナが戦ってこれたのは間違いなくあなたのおかげよ。最後も頑張って、いつきくん。はい。お前たち、俺も応援してるぜ。ロックで熱い魂のシャウト見せつけてやりな。
いつきくん、翼、みんな何もできないけれど無事に帰ってくるの待ってるから。ありがとうございます。行こう、みんな暗黒竜のいるコズミックエッグへ。うん。